はい、冷却とトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、水質管理の契約をですね、結ばれたお客さんのお話をですねちょっとさせていただきたいと思います。新規で、今年のですね年明けぐらいからお問い合わせをいただいて、非常にその冷却塔のですね清掃を、3ヶ月に1回ぐらい、やっておられたということで、いろいろ話を聞いていくとですね、スケールの障害がですね冷却塔の方で、起きていて、で、そこで発生したものがですねストレーナーの目詰まりの原因となって流量低下することがあって、たびたびですねその原因は冷却塔の方のスケール障害、充填座にいっぱいこうスケールがついていると。でそれをこう落とすためにですね3ヶ月に1回、それこそですね1週間ぐらい止めて、清掃をされていたと。でこれはもう結構大変だなということで、私たちテスト機をですね薬中装置のテスト機を貸し出しいたしまして、それからですね薬品をこう添加をして、大体今半年ぐらい様子を見てですね、この度契約っていう形になりました。で、何が改善したかというとですね、まずそのテスト機にはですね自動ブロー装置、水をですね自動で入れ替える装置、それと薬品を添加するですね薬中装置がこうセットになってるんですけど、そもそもの一番の問題はですねやっぱりこう水の管理ができてなくて過剰濃縮によるスケール障害が起きていたと。でそれと水にですね含まれるシリカの値が非常にその多い地域でしたんで、そのためのスケールを防止するスケール分散剤という薬剤をですね添加させていただきました。で、そうすることによってスケールのこう塊がなくなって、それと水の過剰濃縮が収まったことで、非常にですね水質が安定して、今設備がですね、非常にこううまく稼働できるようになったということです。で初めはですね私たちも手探りでいろいろやってたんですけど、だんだんですねその水質が大体こう手に取るように分かってくるとですね、あとはうまくこうコントロールできて、本当最近ではもうほとんどノントラブルで設備が稼働をしているというところです。でそのスケール障害もですね収まりまして、ストレーナーの目詰まりがしなくなったということで、流量低下ですね、流量低下が起きないということで、設備側が非常によく冷えるという状態にですね今なってます。はい、これ1日2日でですねこうトンとこう回転す改善するものではなくて、私たちも本当半年がかりで、ああでもないこうでもないといろいろなやり方をですねこう試してみて、ようやくうまくいくところをですねこう見つけたというところでございます。はい、それだけですねいろいろこう手をかけないと水っていうのは非常にこの難しいと。でその地域の水質を把握するまでにもやはりこう1ヶ月2ヶ月とかかってしまいますんで、長期スパンでですね、こう改善を目指していくというのが重要かなというふうにですね思っております。はい、冷却塔のですね水質管理でお困りの方いらっしゃったらですねぜひお声かけいただければ、私たち九州一円ですね回っておりますんで、ぜひ改善させていただきたいというふうに思っておりますんで、お声かけください。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。